プル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 。もしもし。あ、もしもし、たまちお姉ちゃん。誰ですか、あなた。チョコね、チョコね、たまちお姉ちゃんにお願いがあるの。ちなみにお姉ちゃんじゃなくてお兄ちゃんなんですけど。あ、チョコ先生、胸が、胸がない。僕のおっぱいが、僕どこ行ったの、おっぱい。僕のおっぱい、なくなっちゃった。ルシアに取られたんですか。養分にあげちゃった。まな板続きって言ってさ、ルシアはまああれだけど、僕男ですよ。まな板に決まってるじゃないですか。いや、これから、うん、注入されるから大丈夫。僕が、うん、ルシアが、あの、包丁手術させるから、チョコが。僕がおかしいだろ。なんでだよ。え、ちょっとやっぱみんなからのお賽銭は全部、うん、あの、たまち様のあの、包丁手術に使おうかなって思って。なんでチョコ先生のスパチャが僕の包丁手術に使われるんで。ルシアにやったらや。いや、チョコの欲望を満たそうと思って。なるほどね、まあ、チョコ先生はちょっと男に胸があるのがいいなっていう謎の性癖を抱えているかもしれないですね。そんなコーナーで、たまち様。はい、稲山たまきです。よろしくお願いします。トリコアトリート、お菓子くれないといたずらしちゃうぞということで、お菓子ちょうだい。 お菓子ですか。ちょ、スパチャ投げればいいんですか、これ。これスパチャ投げればいいんですか。札束で殴ってくるな。ちょっと待ってですね。チョコ、お菓子がいい。お菓子ですか。スパチャはリスナーさん。え、スパチャいらないだと。いらなくないけど。え、チョコ先生、スパチャいらないんですね。スパチャはいらないんですね。あ、そうなんですね。あ、そうなんだ、そうなんだ。あ、ちょっと一回送りましたけど。赤。送りましたけど。赤スパチャ。やっぱお菓子をね、あげるんだったらもう、うんうん、チョコ先生は安物のお菓子じゃ、さっきもね、高いお菓子を要求されておりましたから。あ、ね。なるほど。ね。ダメでしょ。ありがとう。あのさ、満足そう。ちょっと満足しちゃった。だいぶ満足してるじゃん。今日もこの配信終わりでいいかなみたいになってるじゃん。今日も閉めてもいいかなって思っちゃった。お疲れ様でした。お茶もらったんで、お疲れ様です。じゃあ最後に。はい。最後にチョコのお願い聞いてほしい。あ、いいですよ。僕のこと、全部食べてって言ってほしい。お疲れ様でした。ガチで切られたんだけど。あれ？おかしい！逃げた！あいつ赤スパで殴って逃げやがった！いや、よくない。よくないね。よくないよな。